はい、プレボルードもや求人です。中日ドラフト5位星野真央一軍合流、18歳のルーキー遊撃手が大抜擢ということでございまして、今日ですね、中日の、ドラフト5位指名星野選手、高卒ルーキーの選手なんですが、でどうやら一軍に合流したという情報が入りました。まあまあ中日はですね、ルーキーの選手、非常に一軍ね、今年は多くなっているんですけど、ただ、大卒や、まあ、独立リーグの選手ということで、高卒の選手がねこうやって一軍に上がってくるのは星野選手が初めてということでございますので、非常に注目です。ではまず記事から見ていきましょう。はい、中日ドラゴールーキー星野が1軍へ。中日ドラフト5位ルーキー星野真央内野手が20日1軍茶谷へ急遽合流した。もともとは2軍のメンバーに名を連ねていたが、この日茶谷球場の室内に姿が見えない高松内野手に代わり1軍に招集したとみられる。星野は豊橋中央高校からドラフト5位で入団、守備力の高さが売りで強打に次ぐ次世代のショートとして期待されているということですね。まあ、なので急遽ということなんですね。高松選手がね、まあ、いないと、まあ、なぜかは分からないんですけど、その代わりに1軍に来たと。で昨日かな、まあ、1回ですね、まあ、帰郷して、卒業式に星野選手出ていたんですね。でそこから戻ってきての1軍大抜擢ということなので、まあ、かなりね本人的にも驚きはあるのかなっていうふうには思います。ではこの星野選手ですね、どういった選手なのかというところ、まあ、高校時代の成績なんかもね見ていきたいと思います。はい、ではですね見ていきましょう。星野真央選手プロ1年目、出身地は愛知県、2003年12月1日生まれ、18歳、176センチ77キロ、ポジションはショート、右投げ右打ち。2021年ドラフト5位指名で今季年俸540万円、契約金はですね3000万円。ドラフト指名時点はですね、高校通算25ホーマーを放っておりまして、50メートル6秒2、遠投110メートルとですね、まあ、身長はそこまで大きくない選手なんですけど、長打も打てて、身体能力が高いということがわかります。星野選手は豊橋中央高校ですね、では1年夏からショートのレギュラーをつかみ、早くからチームを牽引するプレイヤーでありました。しかしレベルの高い愛知県内ではなかなかチームが上に進めない日々が続きます。それでも自身は着実に力をつけていき、ドラフト候補と呼ばれるまでに成長。そして3年夏の最後の大会は2本のホームラン、3本の3塁打を記録し、好成績を残すと中日にドラフト5位で指名されプロ入りということですね。はい、というわけで、まあ、星野選手、豊橋中央高校ですね、まあ、おととしもですね、プロ輩出している高校なんですが、まあ、愛知県といえばですね、まあ、めちゃめちゃね、強い高校、まあ、愛工大名電であったり、東邦高校であったり、中京大中京であったりですね、まあ、本当にね、非常に、なかなか勝ち進むのは難しいというところで、まあ、そこまでね、存在感があった、わけではないんですけれども、まあ、しっかりね、プロは見ていたと。はい、そして2021年夏大会の成績ですね、4試合で5割2分9厘、17打数の9安打2ホーマー、1盗塁、ABBK 2.00、出塁率5割7分9厘、OPS 1.814という成績でございます。まあ、非常にね、長打が多かった夏大会の成績でございました。まあ、この活躍がですね、ドラフト指名に、つながったっていうのは間違いないのかなっていうふうには感じますね。はい。そしてですね、2軍キャンプスタートだった星野選手なんですが、先日先制シート打撃で、しっかりと結果を出しました。まあそれもあってのですね、今回の1軍なのかなというふうには思います。はい、というわけで、まあ、このような、ね、選手が1軍に来るということで、まあ、非常に楽しみではあるんですが、他のですね、まあ、選手の動向っていうところも確認していきたいと思います。はい、では他の選手の動向というところもね見ていきましょう。星野選手の昇格以外にですね、石垣選手も共に一軍へ来たということがね発表されております。まあ彼もですね、やっぱバッティングいい選手なので、中日的にはですね、しっかり活躍してほしい選手の一人なのかなっていうふうには思いますし、まあ彼も楽しみと。で、先ほどもね、見たんですが、高松選手が2軍へということで、まあまあ、ちょっとね、急遽いなかったっていうことなので、まあ、もしかしたら怪我なのかなというところなんですが、ここはまだ発表はありませんと。
はい。でそしてですね、今日がギノザで阪神戦があるんですね。まあ、これは一軍の練習試合でございます。まあまあ昨日はですね、チャタンで、しっかりと、まあ、ホームでのね試合だったんですが、今日はビジターということでございます。はい。で福留選手、ビシエド選手、高橋周平選手、アリエル選手、ネオ選手は、まあ、チャタンに残って練習をするということで、なのでこの5人はですね、まあ、練習試合は今日は出ないということになっています。なので、昇格した石垣選手、星野選手、この2人にもですね出場のチャンスっていうのは訪れるのかなというふうには思います。もうスタメン発表されておりまして、まあ、そこにはですね彼らの名前はないんですけれども、途中出場から出る可能性っていうのはあるのかなっていうふうには思いますし、やはりですね特に高卒ルーキーの星野選手、出場機会があればですね、しっかり、まずはプロの第一歩というかね、結果を出してほしいなっていうふうには思いますので、まあその2人が出るかどうかっていうところも注目かなというふうに思います。はい。では今日は以上です。最後ですねネットの反応を見て終わりましょう。はい。ではネットの反応を見ていきましょう。動画を見ると岩田タイプの堅実な守備に関した辻田君とは違ったイメージだね。数年すると強打が FMR だろうし、ショート候補は多い方がいいねということですね。そうですね、辻田選手がやっぱり次世代のショートとして筆頭ではあるのかなっていうふうには思います。まあ、かなりね守備もうまいですし、バッティングもね昨年ウエスタンである程度成績残したので、まあ、このまま順調にいけば、まあ、彼がね、ポスト強打なのかなっていうところではあるんですが、ただですね、まあ、その強打選手も本当に、早ければあと2年後に FA 権獲得して2年目のオフ出ていって、まあ、3年目にはですね中日にいないっていうこともあります。そうなればやはりですねかなり早い段階で土田選手を戦力にね育てていかないといけないですし、まあ、今ですねショート候補の堂上選手であったりですね、三ツ俣選手であったりっていう年齢を考えるとですね3年後彼らがショートでねバリバリ守ってるっていうのはちょっと考えにくいので、まあ、そうなればやっぱ土田選手プラスアルファ、戦力っていうのが必要なんですよね。なので星野選手っていうところをね、まあ、今のうちから、まあ、しっかりとハイレベルな選手に育てていくっていうね方針なのかもしれません。まあ、そういうのも含めてね今回一軍に呼ばれたのかなっていうふうには思いますし、土田選手と星野選手、まあ、タイプの違うですね、右左のショートなんですが、まあ、この2人がね、どういう成長曲線を描くのか非常に楽しみでございます。はい。一方こちら見ていきましょう。高松くんが心配であるけど星野くんが上がってきたのは楽しみだな、このチャンスを生かしてしっかりアピールしてほしいねということですね。そうですね、星野選手上がってきたのは、まあ、先ほども言った通り楽しみではあるんですが、高松選手がちょっと心配ですね。まあ本当に急遽っていうことだったで、まあ、あとはですねチャタンの球場にもいないっていうことなんで、まあまあ怪我なのか、まあ、もしかしたらコロナ関係かなっていうところでもあるんですけど、まあ、どちらにせよねちょっと心配かなっていうふうには思いますので、まあ続報ね入るまでちょっと、気がかりだなっていうふうには思います。まあ必ずね彼も必要な戦力ではあるかなっていうふうには思いますので、まあ怪我であればですね万全な状態で開幕を迎えてほしいなというふうに思いますので、そこも注目でございます。では今日は以上ですね。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。